こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。英軍空母クイーンエリザベスにクロスデッキでの米軍 F-35B 戦闘機が満載で今北海で合同演習中。また日本にも護衛艦いずもが現在改修工事に入っている。予想通り艦首部分を近くに改修工事を行い、現在急ピッチで工事完成へと作業を進めている。クイーンエリザベスのクロスデッキを見ると、やはり日本もまた満載された F-35B 戦闘機を想像してみると圧巻の一言になる。岩国基地では F-35B 戦闘機を大幅に増やして運用予定だ。では、護衛艦伊豆、モノ改修工事計画や護衛艦加賀の工事計画とも合わせて見ていきますね。防衛省が2020年9月末に公表した2021年度の防衛予算の概算金額が、これまでで最も高い合計5兆4898億円となる見込みであることが明らかとなり、その中身が話題となっている。特に対象となる場所、領域として、宇宙空間やサーバー空間などへの対応が想定されていることに加え、電磁波などの新規の分野も網羅されており、今後の方向性を示すものと言えそうだ。そうした中にあって、現状のヘリコプター搭載型護衛艦、いずも、加賀に本格的な航空母艦化工事を施すため、231億円という具体的な改修費用が盛り込まれている点も注目を集めた。出雲、加賀の航空母艦化という動きはともすれば言葉だけが一人歩きしてしまい、その是非をめぐって自衛隊が攻撃型の兵器である航空母艦を保持していいのかという批判を受けている。こうした自衛隊の趣旨から、攻撃的な兵器の保有は容認できないとする意見は、くしくも弾道ミサイル防衛における敵基地攻撃能力の獲得とも絡んで、議論の対象にもされている。しかし、言葉としての攻撃的兵器というレッテル貼りならば、すでに海上自衛隊の主戦力として欠かせない潜水艦は、軍事上の種別においては、攻撃型潜水艦と呼ばれ、これも問題なのかと思わざると得ない。つまるところ、艦艇や航空機、車両などの兵器自体というよりも、実装する。兵装によって、いかようにも運用は可能であり、それを無視した批判は、意味をなさない水かけ論に終始するだろう。翻って、護衛艦、出雲、加賀を航空母艦化し F-35B ライトニングに、戦闘機を艦載機とすることは、南西諸島方面に圧力を増す対、中国海軍への強力な抑止力となることが期待される。これは、高度なステルス性能ゆえに、敵のレーダーに探知されることなく、敵艦艇、航空機、陸上部隊などの対艦、対空、対地攻撃任務に従事可能で、例えば、尖閣諸島の防衛、奪還に貢献するだろう。こうした尖閣諸島方面などに向けて、任意の海上から F-35B ライトニングに、戦闘機を運用可能となる護衛艦、出雲、加賀は、
中国を牽制する必須の戦力になるものと思われる。さて、具体的な護衛艦、出雲、加賀の航空母艦化改修工事の予定であるが、すでに2020年には、まず、出雲が約31億円を投じた。飛行甲板周りの強化工事に入っている。しかし、これの完了は第一段階であり、今回の次となる5年後の定期点検時に、再度の改修工事を行い、ようやく、すべての航空母艦化改修工程を完了し、F-35B ライトニング2戦闘機の運用が可能となる。このため、従来は、来年2021年に、大規模な定期点検に入る、加賀の方が、一度に、すべての改修工事を終えて、出雲に先行して航空母艦化が、完了するとの解釈が一般的だった。だが、今回の2021年度の防衛費の概算要求においては、加賀の改修も、2度に分けて行うことが判明し、1度目は約231億円を投じて、飛行甲板自体を拡張する大規模な工事を行うことが分かった。これは、現在の加賀が、垂直離着陸で運用されるヘリコプターのみに対応した船体であるものを短距離離陸・垂直着陸が可能な F-35B ライトニング2戦闘機の運用に向けて飛行甲板を広げるものだ。具体的には舷材艦首方向に向かって緩やかにしぼむような形状の艦首をスクエアな形状に、改めて、飛行甲板の長さ、面積を拡張し、より F-35B。ライトニング2戦闘機の運用に適した形とする。この内容を、加賀は、第1回目の改修工事で行い、5年ごとに行われる。2回目には、F-35B ライトニング2戦闘機を収容するための艦内区画の変更が行われる予定で、アメリカでの同期運用を参考にする模様だ。よって、加賀の改修完了は2026年度以降、出雲は2024年度以降での2回目の改修工の完了が予想され、いずれにせよ、出雲の方が若干早く航空母艦化が実現する見込みといえる。同時並行で調達予算が組まれている F-35B ライトニング2戦闘機は、まず2020年度予算で6機793億円で2024年に調達、2021年度予算で2機264億円で2025年に調達する計画となっている。これら2024年、2025年に調達予定の F-35B ライトニング2戦闘機は、いずれも1機あたりの調達価格で見れば約132億円となっており、通常滑走路使用の A 型に比べ若干高額であることが見て取れる。出雲、加賀のこうした改修工事後の艦首はアメリカの強襲揚陸艦の形状と同様のものであるが、カタパルト未装備の航空母艦によくあるスキージャンプ式の採用は見送られた。艦載機としての F-35B ライトニング2戦闘機の運用だけに限って見れば、これは燃料や兵装の積載には制限が生じマイナスだが、
対戦哨戒用をはじめとしてヘリコプター運用も外せない中での判断だろう。